午後6時、名古屋市中区のビルの一室で授業は始まります。擬態語というふうに言います。行きましょう。擬態語。はい。ツンツンツルンブツルンブツルン。ツンツンツルンブツルンブツルン。中学夜間学級、通称夜間中学。はい。犬の鳴き声と言ったら一般的に。大ヶ崎の声はね、ワンワン。年齢や国籍を問わず、さまざまな事情で中学を卒業していない人たちが通う学校です。授業は1日2コマで週3日、義務教育のため無料です。近くの中学校を借りて体育や家庭科も行い、2年間で中学卒業の資格が得られます。電子天秤の上に乗せましょう。どうなるかな。2個ともです。ビーカーもです。ビーカーもですよ。はい、両方ともです。ピーターに期待は出ませんので、僕も見ませんよ。ピンクになってる。本当だ ね。色綺麗。いつも一番前の席に座る北林悦子さん、40歳。ちょっとこれ化学反応式書いてみたいと思います。化学の実験では、今まで目にしたこともない言葉をノートに書き取ったり、We regret the inconvenience you think of trouble. なんていうのこれ？なんていうの ？We regret. Regret. 英語の授業では隣の外国人のクラスメートにちょっと教えてもらったり、その英語はよくわかんないけど。難しく感じたりですから、ちょっと頭の そうですね、苦手な教科なのでちょっと大変でした。英語苦手なんです。何十年ぶりかの勉強には大変さ以上に楽しさがあるといいます。手を挙げて発言できることがちょっと自分でもびっくりしてます。今はコンプレックスなくしたいとかっていうよりは、ただ勉強するのも楽しいなと思ってます。授業が終わると夜の8時、一人暮らしの家に帰宅します。以前は学校に辛い記憶しかなかった北林さん、友達と思ってた子から嫌がらせの手紙が来たんですよ。あとなんか答案用紙にも落書きされるし、かなりショックで、ちょっと人が信じられなくなったというか。中学2年の頃、いじめにあって不登校に。高校より上には進学せず、仕事も不安定でした。自分に自信がなくて、その不登校だったことがコンプレックスで、それをなくしたかったんです。北林さんにとってあの教室は自信と人生を取り戻すための学びの場です。夜間中学ができたのは戦後間もない1947年。戦争の混乱で中学に行けなかった人のためでしたが、今はその世代も減って、生徒のほとんどは外国人です。その理由は就職のため。多くの企業で高卒以上が採用の条件で、高校へ行くにはまず中学卒業の資格が必要だからです。じゃあジョイさん、ナンバー2お願いします。私は彼女にその T シャツを、間違ってたらごめん。いいよ。 I gave her the T-shirt. Okay, I gave her the T-shirt. 北林さんと同じクラスに通うネルデン・ジョイさん、18歳。8年前、
父親の仕事でフィリピンから日本へ移り住み、小学校を卒業、中学にも通っていましたが、中学2年生まで通ってきたんだけど、コロナだったから学校進学できなかった。フィリピンに一時帰国した際に、新型コロナの世界的流行で入国制限が始まり、日本に戻れなくなったのです。再び来日できましたが、元の中学校には戻れませんでした。あの時の中学2年生続きたかった。だから今の学校、夜間学級に通い続けて高校まで行きたいなと思っている。ジョイさんにとってここは未来を開くための学びの場です。国内で中学までの義務教育を終えていない人は、外国人を含め実に80万人余り。中でも愛知県は全国で2番目に多い、およそ3万6千人です。県内にあるのは名古屋市の中学夜間学級一つだけ。ビルのワンフロアを借りているため、定員は20人と少なく、給食もなし。体育や家庭科は他の学校を借りなければなりません。こうしたことから、愛知県は再来年度以降、通常の学校の校舎を使って公立の夜間中学を設置する計画です。夜間中学なんで昼間の教室と転用できるので、それどういうふうに転用するかということと、給食施設ですね、そういったものも使えますので、やると決めてますので。で、開校時はいつだったかな、もう3年後の春かな、2年後だったかな、確かもう開校時もね、申し上げてると思いますから、それに向けて着実にやると。学校ができるのは豊橋市と豊田市という県内でも外国人が多い地区。今までは民間のボランティア団体が勉強を教えてきました。それだけに、公立の夜間中学新設には大きな期待が。学校に行けない、そもそも学籍がない子がいるっていうこと自体が見えない存在になってしまっているっていう課題があって、夜間中学ができるっていうのは、一つ学ぶ場所が増えるわけなので、子どもたちにとってもチャンスだと思うんですけれど、数十年ぶりに学校に通っている北林悦子さん。夜間中学に通うことを賛成してくれた母親は、去年の暮れに亡くなりました。100点取ったから見せたり、すごいなと言ってましたけど、やっぱり寂しい感じはありますね。何かこれお母さん食べてたなとか思い出すきっかけがあると、ちょっと寂しくなりますね。学校に行けなかった自分を支え続けてくれた母親に、卒業証書を見せて中学卒業を報告したい。今はその思いも。やっぱり不登校になったことで、学校行くっていう当たり前のことができなくなって、何かを頑張りたい。そして18歳のジョイさん、勉強して叶えたい夢があります。キャビンアテンダントになりたい。通わないと夢を叶わないから、頑張るしかない。人生を取り戻そうと学び直す人、そして未来を開くために学ぶ人、叶えたい夢のために、今夜も教室で机に向かいます。